お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感つくば中央店の富山と申します。よろしくお願いします。弊社では新型コロナウイルス感染症対策に伴うガイドラインに沿って営業し続けておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもお客様のご来店の予約をお願いしております。お電話やメールなどでいただければと思います。よろしくお願いします。またご来店が難しいお客様もいらっしゃるかと思います。そのお客様のためにもスマートフォン、タブレット、パソコンですね、カメラがついているものであればオンライン商談システムというものを導入しておりますので、ホームページからお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひご活用ください。では、本日ご紹介するのはこちらです。ボクシーでございます。大人気ですね、皆さん大好きボクシーで、なのでこちらのボクシーがですね、仕様変更が終わりましたので、皆さんの手にももう行き届いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。トヨタのマークになってます。変わりました、トヨタマーク、熱マークじゃなくなっちゃいましたね。ちょっと寂しいですけど、案外目立たないですね。トヨタマークでも全然気にならないですね。このロゴが標準になってます。で、今回ご紹介するのはボクシーの ZS きらめき2ですね。2000cc ガソリンをご用意ができました。なのでご紹介ですね。で、なんとこちらは、内部がですね、前回も、お届けしましたが、アルパインの仕様でご紹介をさせていただきますいただいております。なのでアルパインの専用のナビと、あとフリップダウンモニター、ドライブレコーダー、バックカメラですね、などなど車種専用のものがついておりますので、簡単にご紹介をしてまいります。で、今回またボクシーをご紹介するにあたって、なんとですね、今キャンペーンを実施中でございます。8月9月にご成約いただいたお客様で、あと台数限定です。で、0.9% がなんとご利用いただけます。で、今までもこの看板通り 100% 新車感、パイオニアカロッツェリアとのコラボ商品で 0.9% というものをやっておりました。パイオニアカロッツェリアのナビであったりとか、あといろんな保証ですね、延長保証含めタイヤ保証だったりとか、すべてがついたパッケージのものをご購入いただいたお客様には 0.9% ご利用がいただけるというところで販売をしておりましたが、今回なんとキャンペーン中でございますので、実際どんな仕様でも OK です。というのはもうナビがカロッツェニアのものでももちろん大丈夫です。ただパイオニア のカロッツェニア のサイバーナビがその 0.9% のパイオニアセットにはついてきてたんですけど、実際サイバーナビだとやっぱ金額もちょっといっちゃうので、いやそこまではいらないかなっていうお声も確かにありました。なので楽ナビでも大丈夫です。楽ナビの9インチもご用意がありますので、そちらをはめていただいても、なんと今回は 0.9%、今回のアルパイン仕様のようにアルパインのセットでもなんと 0.9% 0.9%、 わお、すごい安い、そうになってます。本当に8月9月しかやらない、もうすごいキャンペーンです。通常だとなんとか最低金利 1.5% まではなんとか特別にやりますよとはやってたんですけども、なんと今回は8月9月限定で台数も限定になってますので、0.9% でご用意いただけます、ご利用がいただけます。もちろん無制限ですし、2年から10年のローンになりまして、頭金ボーナスなども決めなくても全然大丈夫です。完全固定金利ですので、安心して使っていただけるローンです。自由返済型ですので、繰り上げ返済であったりとかプラン変更も自由自在にできますので、10年は長いかもしれないんですけども、かなりお客様のに沿った月々の払いっていうのができてくるのかなと思いますので、今まで諦めていたグレードであったりとか装備エアロとかですね、を諦めなくても済むのではないかと思いますので、ぜひお問い合わせいただければ、台数はやっぱり限定になっちゃうのでお問い合わせいただいた方がいいかもしれませんね。よろしくお願いします。では、こちらのボクシーの、変更点はそのトヨタのマークはそうなんですけど、あとライトがオートライトシステムになったので、オートライトっていうのはもうオフがないです。オフがなくてずっとオートになってます。
なので、ちょっと暗くなれば勝手につきますし、明るくなればつきませんし、になりますので、そこがちょっと変わったところですね。今までオフがあったんですけど、オフ、オート、スモール、普通のライトみたいな感じであったんですけど、それがちょっとライトの変更がありました。ほとんどの車が今そうなってきてます。ハイエースとかもそうですし、セレナとかもそうですね。変わってきてます。で、こちらキラメキ2ですので、メッキとかも入っててかなりかっこいいですね。3ナンバーの車になります。あとはガソリン車ですとこちらのアルミホイールに変わってますね。ではでは、こちらの内装のところですね、今回アルパインのものが入っておりますので、簡単にご紹介して実際にナビもつけてみたいと思います。ではついている装備が、11インチのナビですね。ボクシーのナビです。でっかいですね。こちらがついてます。ちょっとエアコン隠れるんじゃないかくらい大きいですね。でこちらとあと装備としては、ちょっと見づらいですけどドライブレコーダーが前後ですね。前後ドライブレコーダーがついてますね。あとあの後ろですね。であとはこのフリップダウンモニターで、フリップダウンモニターはサイズがいくつかありますので選べますね。で、あとは ETC2.0 入ってます。あとは HDMI のビルトインの、トヨタ純正っぽく見えるやつですね。それが充電器の隣についてますので、それがアルパインの装備としてはついてますね。ではではちょっと実際に動かしてみたいと思います。フィルムとかが貼った状態でちょっと見にくいとは思うんですけども、ぜひ見ていただければと思います。では、どうぞ。乗ってまいりました。ではちょっとエンジンをかけてみますね。まあなんといってもビッグ X なんでね、エンジンがついた時の映像っていうのは相当いい、かっこいいですよね。かっこいいですね。オクチ Z2S きらめき2と出ますね。 GPS に接続されました。でこんな感じになってます。でナビとフリップダウンモニターが今映ってますね。で、今はフロントリンクなので前と後ろは同じ映像が出てる状態になってますね。で今は前でもご紹介しましたボイスタッチっていうのがついてますので、50言語以上あります。それに対応する言葉を喋ればもう触らなくても操作ができちゃいます。オーディオ変更っていうとこんな感じで出てきます。多分後ろにも出てるかなと思います。今画面が一緒になってますので、で、ドライブレコーダーに変更。で、これでドライブレコーダーの映像になるんですけど、今 AV っていうところちょっと押してみましょうか。今出てますかね。今ドライブレコーダーの映像が出てきました。で、ドライブレコーダーはちょっと進化しまして、あちらですね。前だと、画面とかはついてないタイプなんですけど、ちょっと大きいですけどね。ただカメラが右側についてるので左側についてないので場所的にもすごいスマートな位置に来ますね。ミラーがであるので運転席からはそのドラレコの場所は結構見えないです。結構綺麗につきましたね。で、こちらのドライブレコーダーなんとすごい最新型でですね、もうすごいいいですよ。っていうのはナビ連動っていうのは当たり前のようにやってたんですけど、もうナビでもうタッチパネルで全部操作できます。今まではリモコンで操作をこっちとアクセスしてやってたんですけど、それがこちらのナビで全部操作ができるようになりました。ホームボタンを押してとかで、これでメモリーカードの設定だったりとか、これでフォーマットをやったりとかですね、もうこれも全部このタッチパネルで全部できちゃいます。メモリーカードのフォーマットが完了しました。あとはですね、これでファイルのリスト、録画したものが見れたりとかですね、設定とかですね。でこれで録画の設定とかで音声を取りますか取らないですかとか、常時衝撃感度の低い中間高いオフ
っていうのが全部選べたりとか、スーパーナイトビジョン、あの夜のモードですね、でこちらの設定ができたりとか、駐車モードとかですね、こちらの設定ができたりします。カメラの設定とかもできますし、あとは安全予防ですね、こういうのもついてますね。で細かくはシステムの設定、音量の設定だったりとか、あとは言語ですねとか、あとはセキュリティ LED とかもありますし、あの速度の単位、速度の単位の方が、まあ、大丈夫だと思うんですけど、まあ、製品情報とかがあとは出てきますかね。で今までは普通のドラレコだと基本なんですけど、16ギガ の SD カードだったんですけど、これなんと32ギガということで、あのかなり大容量なものが入ってます。なのであの録画の時間もかなり長いですからね。あと駐車監視の機能だったり、さっき言ったあのナイトビジョンですね、あの夜でもあのナンバープレートが見えるぐらい、やっぱりあの映像がすごい綺麗ですから、あのかなり安心かなと思います。すごいいいものがつきましたね。で、あのプラスしてですね、なんと新しい機能も増えまして、新しい機能っていうのは、あのまあ今映ってるとは思うんですけど、あの例えば後ろから車が来た時、いやよく煽り煽りっていうじゃないですか。煽りもあのなので前後ドラレコが流行ったのも、まあ煽りの関連兼ね合いがあるんですけど、な煽りのあの今回検知機能っていうのがつきました。煽り検知機能がつきました。っていうのはどんなものかっていうと、あの急接近する車があった時、あの後ろから急接近する車があった時、あの後ろのドラレコで撮ってるので、それを見つけたらあのすぐこっちにポップアップで出してくれます。あの後方車両に注意してください、ピピピピピみたいな感じで言ってくれます。もうそれがえすごい、あの今来てるのかな、煽り来てるのかなっていうので、すぐ分かりますので、それで録画はもちろんされてますから、今やばい煽られてるっていうのがいち早くも分かりますしね、録画もされてるのでかなり安心感にはつながると思いますね。そういうあの急接近した車があった時にはそういう風に出るので、ああすごい機能だなと、今回新しいのがついてになりますね。かなりおすすめの装備がつきました。ドラレコもかなりだからおすすめなのが今回つきましたね。新しいものですね。オーディオ変更、ラジオに変更でこんな感じで操作ができます。ダブルゾーン、テレビに変更でやると後ろがテレビになってると思うんですよね。そうですよね、テレビになりましたよね。ってことは今ここはラジオなんですけど、こっちはテレビなんですよ。今はごめんなさい、音消しちゃってますけど、それでできます。っていうのは DVD を入れた時もそうですよね。分けれます。まあ後ろでDVD の映像が流れて、前でテレビを見ることももちろんできたりします。これが分けられるっていうところはやっぱり社外のナビのいいところなんですけどね。パイオニアのナビもできますし、このアルパインさんのナビでもご利用いただけるということですね。2画面表示っていうと、後ろは今ダブルゾーンで分かれてるので、反応しちゃった、ダブルゾーンで離れてるので後ろはテレビ、前はラジオになってる状態で、今2画面表示になってます。ラジオとナビですね、この機能で分かれました。でこっちでボタンを押してもこうやって切り替えができます。こっちでも切り替えはできます。で広域表示っていうと、こうやって広くなったり短くなったり、今までこう手で細かいところをこうやって運転しながら触ってる方っていたかもしれないですけど、まあまあ危ないですよね。危なかったんですけど、今はもう口で言うだけで大丈夫。詳細表示25メーターまで来ます。な結構分かりやすいですよね。すごい文字も大きいですし、サイドもいいんで綺麗ですね。広域表示こうやって広くなりますね。でもこれもかなり楽ですね。で今音を消してるんですけど、こっちでも変更はできるんですけど、音は消えた状態ですよね。で今音量ミュートってやつを言ってるんですよね。ここに出てるものであれば、まあ、ほとんど使えますので、これは全然使っていただいた方がいいですね。まあこれも一部です。もうもっとたくさん使えるんですけど、まあ、ただフロントカメラ、サイドカメラ、コーナーカメラっていうのはこう接続が設定を確認してくださいって出るようについてないとダメなんですよね。まあ、今回はバックカメラのみなので、リバース入れるとこんな出ますけど、このバックカメラの映像で
もちろんこの打角センサーももちろんついてます。これもついてますね。なので、まあ、バックカメラの映像もまあまあ綺麗ですけどね。今はバックカメラのみです。フロントカメラとか、フロントカメラとかサイドカメラとか、アルパインのナビつけるとオプションもありますけど、それつければ、喋る言葉で画面に出したりとか、そういうこともできちゃいます。でもうすごい使いやすいですよ。ただただボタンも大きいです。だってこんなにボタン大きいですよ。でもこのボタンの中から全然選べますし、ダブルゾーンの設定ももちろんできますし、こんな感じですね。今テレビになってますけど、これで選べたりとか、あと音量の変更とかもこちらで全然できちゃいます。これもすごい楽ですね。あとはですね、今フリップダウンモニターに、プラズマクラスターの、機能が、ついてるかと思います。ここですね。ちょっとテープ貼ってあってあれなんですけど、プラズマクラスターの威力を変えられます。弱、強、ターボ。ターボだとちょっと音鳴るんですよね。ふーって言い始めるんですけど、吸ってんなみたいな、イオン出してんなっていう気にはなりますけどね。あとイルミネーションが色が変わりますね。レッドとかパープルとか、いろいろ変わります。ちょっと今明るいんでね、多分分かりにくいと思うんですけど、こんな感じで変えられます。スピーカーも前優先、後方優先だったりとか自由に選べると思いますね。こんなこともできちゃいます。アルパインのナビはかなり今進んでます。もうすごい分かりやすくて使いやすいですね。音量はこちらでも変えられますけど、ここでも変えられますけどね。で、今音がラジオが出てますけど、これも変えることが、止めたりとかも声一つできますし、こっちでも音量変更もできますしね。なので使いこなせれば、ただそう使いこなすのちょっと大変だと思うんですけど、使いこなせればもう本当に運転がもう楽でしかないですよね。もうハンドル離さないですから、離さなくても全部言葉で言うだけで分かりますし、まあなんか緊急なことがあってもこれだけ大きな画面でスイッチも大きいですからね、すごい使いやすいかと思います。もうぜひぜひこれはおすすめです。選んでいただければと思いますので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。よいしょ。いかがでしょうか。新しく変わったボクシーですが、まあそのライトのシステムもそうですけど、一応スピーカーの位置も実際変わってます。上にスピーカーついてたんですけど、前席を優先するようなスピーカーの位置にちょっと変わったようですね。まあ小変更がありましたけども、ほとんどこのトヨタのマークに変わったっていうニュースで、ほとんどそれで十分だと思います。ほとんど何も変わらないので、ぜひご安心いただいて、注文いただければと思います。今回そのドライブレコーダーが新しくなったというニュースですね、お伝えしましたけども、本当に煽りっていうのは怖いですからね。それで前後のドライブレコーダー選ばれる方も多いかと思いますので、そういう機能がまたついてくると、煽り検知なんて全然他の会社だとあんまり聞かないですからね。初めて私もそういう機能あるんですねって、発売日がっていうので、8月からもう発売ということでね、最新型を一番最初にご案内させていただいてますが、こういうドライブレコーダーも今ありますから、ぜひぜひ選んでいただければと思います。ただただ、こちらのアルパインのセットですと、この要はパイオニアカロッツェリアのコラボモデルではなくなってしまうので、やっぱり金利っていうのはちょっとやっぱり高かったんですよね。上がってたんですけど、これはもうそういうのが今なしです。キャンペーンなので8月9月であればこの 0.9% がこのアルパインの仕様でもご利用いただけます。エアロつけてもらっても、色変えてもらっても、キラメキ2を普通の ZS に変えてもらっても全然大丈夫です。もう新車ですから、新車の販売になります。しかも納車もまあまあ早いです。かなり早いと思います。通常に新規で買うよりかは早いと思いますので、ぜひぜひお問い合わせいただければ、ご案内させていただきます。ただやっぱり台数限定、台数限定と8月9月の限定っていうアイテムになってしまいますので、それだけはごめんなさい。やっぱりね、他のローン会社様とディーラー様のご協力はあって、こういうことが実現が今回できておりますので、限定的ではありますがということでやらさせてもらってます。 0.9% かなりもう月々の払いとしては安くなると思います。分割手数料なんてほとんどないですよ。
いやもう何百万、もう300万、ハイブリッドだったら400万超えますよ。400万の車、400万の元金を10年間で分割手数料はすごい安い。もう 2万円とかでいいじゃないですか、月。もうそれくらい安い。もう分割手数料がそんなんで済む。もうそれがまずすごいことなので、それで400、500って借りられちゃうんですよ。もうすごいですよね。だから 0.9%、 それがやっぱりすごいところでありますので、この 0.9% ぜひ選んでいただければと思います。よろしくお願いします。で、本日ご紹介したのがボクシーの ZS きらめき2ガソリンですね、のトヨタのロゴに変わりました仕様でございます。こちらご紹介させていただきました。では、ご注文やお問い合わせなどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。